泣かしたろかお前。泣かせろ。ああやめようぜ。ほら。ほら。ほら。おいマジやん。マジやん。切りったな。漫才でてっぺん目指すヤンキー芸人たちがブレイキン。お前ネタちょっと黙ってらんねえだろ。やめ北斗の剣やまさにお笑い世紀末、その矛先がめちゃくちゃ礼儀とか言ってるけど、上沼恵美子さんなんか噛みついてましたよお前に関係ないやろ。こっちもえらいの劣んねん。そのおかげで自分のせいよスーマラタケチの元ヤン魂を呼び起こす。さらにうわぁ他に変えればよかったっすね出したらめる。濱家もブレイキン、芸人考案ギャンブルで精神崩壊果たしてできるのかできないのかどっちなんだい。山内チャレンジ。筋肉さんの今回の山内チャレンジはこちら。なんやなんや。確率6分の1の10を3回打ちながら風船が割れる前に名言を言い切ります。3回ガチでいきますよ。ほら、はい、良きところでストップ言ってくださいね。ストップ。はい、一発目になりそうやな。じゃあ行きますよ。じゃあ成功しない。成功しない。これちょっと待って、こんなん背中ぐらいの威力ああ。さあそれでは参ります。怖いわ。怖ー、すごアメリカの投資家ロバート G アレンはかつてこう語りました。怖ー、お前よう引き金引けるなそれ。やっぱイカれてるわこいつ。お金の管理に長けた人間は1ドルを節約する方が1ドル余分に稼ぐことに比べて怖っ。どれだけ簡単かを本能的に知ってると。皆さんも今一度節約の重要性を考えてみてはいかがですか。ゼニーたち始まります。いかれてるな。はい、ということで始まりました。これはおもろいから毎回やっていこう。初めて大好評 やすごいな。今夜のチャレンジはひーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあというわけで今日もお金にまつわるトークしていきたいと思いますが、はい、なんか銭トークありますか。僕が髪切ってもらってる、はい、あの美容師さんに、はいはい、あのめっちゃいいお寿司屋さんの予約取ったんで一緒に行きましょうって。であのそれは僕が武道館のライブに、うん、招待したので、うんうん、お返しさせてくださいみたいな感じで、はいはい、いいところで一緒に行って食べて、うん、いやー美味しいっすねみたいな、うん、でもうめっちゃ楽しくて、うん、でもう一軒行きましょうって、うん、でバー行って、うん、ここもバー僕出しますんで、はいはいはい、って言って入った瞬間に僕がシャンパンボトル頼んで、うん、1本5万とか6万ぐらい、ね、うんするね、はい、入れて、で俺も最近ほんまに酒弱なって、うん、もう疲れとかもあるのか寝てまうねんや飲んだら、はいはいはい、寝てん。え？で2人で行ってたんじゃないの。起きたら会計してくれててさ、うわ勝手にシャンパン頼んで寝て会計してもらって終わってるやろこれ。めちゃくちゃ申し訳なかったわほんま。やっちゃいましたね。やっちゃってるな。寝てまうわ。気をつけてください。ほんまに寝てまうねん。一人でこの間仕事終わりプラッと飲みに行って飯食いながらちょっと飲んでたら気分ようなって思ってもう一軒行きたいなぐらいで記憶がなくなってさ、うん、気ぃついたら全然行ったことない店のおでん屋みたいなところのカウンターで氷全部溶け切ったハイボール一個だけ前にあってさ何の記憶もない知らん店で危ない。なんか起きるきっかけの音がカシャカシャやったからめっちゃ写真撮られてたってなんかの週刊誌に載るの待ちますよさあでは行きましょう。最初のコーナーこちらです。
目指せ M1 バリバリ漫才塾第2弾。前回これ面白かったっすよね。面白かったですね。面白かった。大金を稼ぎ出すドル箱芸人をゼニーたちから輩出し、そのおこぼれをいただくべく始まった育成企画。前回集まったのは、やめなさい。もらえんのかな。血の気の多い若手ヤンキー芸人たち。そんな荒くれ者たちに漫才の極意を伝授したのはスーパーマラドーナ。 M1 グランプリ決勝に4度進出、出場資格を失ってからの武智は、街中で M1 という文字を見つけては写真を撮ってしまうほど M1 の亡霊と化し、芸人界隈では M おじと呼ばれている。今回スーマラさんが、仕事で不在ということで、はいはいはい、来てないんですけど、うん、なんでやねん。何が仕事で不在なわけないやろ。何がや、失礼な。あるよ、スーマラさんだって仕事ないやろ。あるよ、祇園か月が。祇園か月か。あ、じゃあ納得やろ。そう、祇園か月が来た来た。ありがとうございます。くしょー、ありがとうございます。下からやな。いただきます。何すかいきなり。いや、今日あれじゃないですか、漫才塾。いや、それ。テンションおかしい。うん、テンションおかしい。将来有望と思われる若手芸人4組、はい、集めさせてもらいました。はい、で、例によって劇場にですね、お客さんを呼んでいまして、今日は19時。19時。開演時間までに劇場に立てるですね、いただきたいなと。なんで外でこれなんですか。部屋の中に寒いからどっか入れてくださいよ。珍しい東京仕事、テンション上げんかい。早速スーパーマラドーナは若手芸人たちが待つ下北沢へ移動。あっちにいるんですか。わあ。OK。 はい、様子見てきて、ちょっと。はい。入って。めっちゃヤンキー。悪いな。めっちゃヤンキーや。あかん。今回やばい。マジでやばいっすよ。前回よりも。前回全然やばい。やばすぎるやん。ガーマルチョバさんや。ガーマルチョバさん。おはようございます。お願いします。ちゃんと挨拶できてる。えぐいな。そこにいたのは3組のヤンキー芸人。まずは。その実力をチェック。まず心からちょっと、はい、いいですか。はい、はい、結成8年、渡辺エンターテインメント所属、心。心はマジで本物中の本物らしい。聞くね。ボケの山出屋は地元岸和田では有名なワルで、その名を隣町にまで轟かせていた人呼んで岸和田の暴れ玉。そして幼馴染の相方荒木は礼儀を重んじ、曲がったヤンキーに襲いかかる生真面目ヤンキー。そんな荒くれコンビは M1 2回戦が過去最高成績。肩回りが芸人の肩回り近いんだよね。荒木とは飲みに行ったこともありますし、そうですね、何回も、はい、山出屋でも初めてやね、会うの。僕初めましてですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。武智と荒木は大阪で飲んだこともある、いわば先輩後輩の関係。ヤンキー同士で仲ええねんな、やっぱり。はい、じゃあ、ネタの方お願いします。はい。いや、ちょっともうちょっとそっち寄れよ、お前。あらら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 、これね、他の人やったら倒れてますよ。これ耐えれんの、僕だけ。なあ、山ちゃん。どうも、ここです。お願いします。去年1年間ね、こいつがね、青森のカニ漁船になって1年間漁師やってたんですよ。うん、その間俺ずっと一人やったから、うん、めちゃめちゃだるかったわ。カニピース。お前めっちゃおもろなってるやん。手やろ？やばいな。漁だけちゃうね。腕上げてんな、お前。でもやってたんやから。ちょ、トークも痺れるぐらいおもろいな。痺れてます。痺れたわ、マジで。いや、無理やで。おもろ。ほなな、うん、今から俺が滑らない話のオーディション行っちゃっていい？行ってこいよ。あかんって。無理やて。いけるって。だってすぐ落ちるって。てかさ、何言ってるの？久しぶりにあのギャグ見してくれよ。ほんまにもう無理。どうもありがとうございました。はい。山出屋がどういう考えの持ち主なのかっていうのがもうちょっとこう出ると、はい、漫才としてめっちゃ見やすくなるというか、ただの真面目なやつ、まあ、もうだいぶアップするんじゃないかなっていうふうに
思ったかな。はいはい、ちゃんと聞いてくれてる。関係性もあってか、竹地の言葉にしっかりと耳を傾ける心。普通の芸人は田中も一安心。ガタイが怖いよ。共犯者。共犯者。共犯者。すごい名前。すごい名前。コンビ結成2年、松竹芸能所属、共犯者。ボケを担当するのは、学生時代は柔道に没頭し、立山の暴君と呼ばれた男、陽平。柔道は強いで、柔道部は。その相方、国京は、自分の手を汚さず、敵の戦意を喪失させるという謎の力を持つ、函館の裏番長。なんちゅうな、絶対喧嘩強いやつだ。見た目を生かしたチンピラ漫才で舞台に立つも、昨年の M1 は2回戦敗退。じゃあ早速じゃあやってもらいましょうかネタ。これで順番は誰が決めたんですかね。でも目に入った順で。ライブとかって大体鳥が一番面白いみたいなと思うんですけど。ナンバーグランド花月とかの劇場での順番で俺らが鳥やとかそんな段階じゃないから、今はもう普通にネタやって。ネタもあんな感じでいいんですかね。でも。あんな感じ。トップバッターのこいつらに絡まんギャグラレツギャグラレツ。はいはい。いやよ、漫才してたよ普通に。ギャグってな。まあまあ待ってんだよ。まあまあまあ、わかったわかったわかった。いやもう気圧が出てきた。北斗の拳やネタ見せにもかかわらず順番が気に食わないと管を巻く共犯者。この言動が後に血の気の多い芸人たちの逆鱗に触れることとなる。とりあえずネタやってもらおうか。そうですね、はい、うん、そうですね、はい。コンビ結成たったの2ヶ月、フリーで活動するスーパー弾力素材。芸歴2年目、福井県出身のニー君は地元のショッピングモールで揉め事があれば真っ先に駆けつけ喧嘩に参戦していたモールの番人。そして芸歴8年の相方豊弘。切れると何をするかわからない40代バツイチの男。40代バツイチ一番危ない。養成所で知り合っていた2人が互いのコンビを解散したことで一緒になりここに参戦。お願いします。お願いします。今日はモヒカンとヘズマ流で漫才します。何なんだよさっきから。なんだよゴミついてんだよ。これいるかお前今。いいか、こうやって漫才できて当たり前じゃねえんだよ。俺こういう見た目のせいでさ一緒にやってくれるやついねえんだよ。まあな。でもこうやってよ豊平41歳になって金髪やってくれてんだよ。その情報いるか。こんな俺と漫才してくれて。面白くねえわ。ありがとう国境。面白くねえわ。おい国境。おい何だね。アーメンズ。なあお前ダッチに。ほらほらほら細いで国境は。ちょっとちょっとちょっと、なんでお前。やめとけ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 。お前ネタちょっと黙ってらんねえだろ。おいおいやめやめやめ。おいおいおい、てめえこの野郎、手あげてんじゃねえ。お前相方だろ。お前相方じゃねえの。ちょっとなあ、ちょっと待って。やめろ。だからなんだっつんだって。だからなんだって。だからなんだじゃねえだろ。やめとけ。ちょっと待って。相方なら大…ちょっと待って。全然止めれない。はい、ちょっと一回、一回やめよう。一回ちょっと待って、一回。一回一回離れよ。ちょっと待って。すごい。俺最初入った時にちゃんと挨拶したやろ。きっちり。来たぞ。君らは今日学びに来てるんやからちゃんと礼儀払った方がええぞお前。もうちょっとめちゃくちゃ礼儀とか言ってるけど上沼恵美子さんに何か噛みついてましたよ。言われた。言われてる言われてる言われたぞ。ほんまや。関係ないよそれお前。関係ないことあれへんかな。なんや、なんか文句あんのか。説得力ないなと思って動揺してる。正論言われて動揺してる。だんまり決め込んでる。その話引き合い出して今こいつがポケットに手入れてることはじゃあいいんかなあ。あおかしいなと思ったこと。お前に関係ないやろ。お前に関係ないやろ。お前に関係ないやろ。
こっちもえらいの劣とんねん、そのおかげで。自分のせいよ。周りに迷惑かけて。自業自得ですよ、それ。こいつにも迷惑かけて。自業自得です。知らんやろ、そんないろんな大変なこととかも。分からんやつが中途半端に口出してくんなよ、これ。そうならないようにするために礼儀をちゃんとしましょうって言うてんねんとか言えばいい。戻せ。はい。田中さん、かわいそうに。蹴るなよ、じゃあ。こっち20年やってんねん。20年以上や。お前はスタートラインにも立ってないね、芸人の。習いに来たんやろ、今日。そこはちゃんとしてください、態度と。じゃないと教えれるもんも教えられへんから、こっちも。いらん損すんな。損やで、お前がな。これ見てる人、ただのなんか礼儀のないチンピラやなって思って終わりやで。面白いなって思ってくれへん、誰も。俺はそう思うけど、二人はどう思う？まあ、ちょっとでもいいこと言ってもらえたら嬉しいんで、うん、もっと笑ってもらえるようになるなら、そうしてもいいかなって今思ってます、うん。そうすべきやと思う。あ、じゃあ最後、共犯者出た。共犯者や。国境は怖いだね。我々名前が国境と傭兵でやっております。でね、役割が実行犯と知能犯でやっております。絶対逆だろ、お前。いや、この見た目で言ったらお前が実行犯で俺が知能犯だろ。自撮り棒の先にな、携帯つけてよ。俺の方動画撮ってくんだよ。動画撮んのやめろって俺言ってんだけどよ、なかなかやめねえから、そいつの自撮り棒から携帯撮ってよ。反対方向に真っ二つに折ってやったわ。え、ガラケーだったの？自撮り棒の先にガラケーつけてお前を撮ってたってこと？ああ、そういうことだな。気持ち悪い。なんだそいつ。この二人がダントツで怖いわ。どうもありがとうございました。はい。順番書いてもやったんだけど、まあ当然でしょう。まあまあ、なんかもっと独自の発想で行くんかなと思ったら、あ、そういう感じなんやっていう。最後取りに回ってもらって申し訳ないけど、おもろないな。会場が割れるぐらい受けたか。これが思んないと 思えない自体がやばいね。茶化だすぞ、国境が。あと、こっちも親身になってな、言ってんねんから態度から直せよ、お前。腕なんか組むな、お前。これで3組のネタ見せが終了。はい。4組って聞いてたけど、あ、そうですね、1組行ってないですか。あれ、あら、ほんまやな。おぉ、あ、出た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 、また出た。え、まだ出たなんて、そんな出た出た。塚原隆史やん。第1回バリバリ漫才塾で一組だけ素人コンビで参戦した塚原隆史。塚原は元暴走族総長の YouTuber で、全盛期には50人を束ね恐れられていた人物。一方、高潮は塚原の動画にたびたび出てくるいわゆる悪友。とにかく彼らは、まあまあまあ、やめなさい。何て言うの、この野郎。お前出るか、おら。常に喧嘩の中心にいる超問題児。しかし、舞台の上では、え、何、あ、LINE して。分かった。あ、頼むよ、頼むよ。で、どうする。何がどうする。何がどうするの。自分たちは面白いという過信のもと、台本なしの行き当たりばったり漫才を展開。舞台の厳しさを知る結果に。怖い人じゃないんで。あ、どうです。その反省から今回2度目の参加を熱望してやってきた。怖いわ、もう。何やね、そのジャケット。うん、完全に。ちょっと今回真面目にちょっとやってみようかなと。真面目に。どこがやねん。
冬仕様で遅れてきて、いいよいいよ、もう冬仕様でやっていっちゃおうかなと思って。英語使えよお前もな。おい何今日もそういうやつらばっかりなんすよ。あちゃうねんお前、怖いなんとれお前、いやいや、ちっちゃい、取れよ、落ち着け落ち着け、あーじゃん、おいマジやん、マジやん、気に入ったな、おいもう冬仕様でやっていっちゃおうかなと思って。英語使えよお前もな。おい何今日もそういうやつらばっかりなんすよ。あちゃうねんお前、怖いなんとれお前、いやいや、ちっちゃい、取れよ、落ち着け落ち着け、あーじゃん、おいマジやん、マジやん、ブラタン取りやん、やったやったやったやばい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 、やったやったやった、なんちゃうこの態度、これやったやった、あんな大きなやつに向かっていく荒木すごいな。まあまあまあ教えてもらうのちゃうのか、来ていきなり、そうちょっと、なんでお前俺の先輩かこれ、なんでお前俺の先輩か言ってんの、なんで俺がお前に、てめえは俺先輩じゃないんか、俺この野郎ちゃうわ、スーパーワールドさんは先輩やねん、お前関係あるやん、あその先輩も何舐めたたいとってんねん、これはまるで、お前はさ、あっちの何なんだっつってんだよ、あ泣かしちゃろかお前、泣かせるのか、あーやめようね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 すぐマウント取ってるよ、早いマウント取るのが強い荒木、やめようねやれもんね、ピーローにやれ、英語使え言ってんじゃん、これ、英語使えよ、これやれ、お前やるな、おい、ごめんトレーナーだるんだるんだって、やめとけ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 、やるっつってんだろ、もうネタ得意だから強い強いと、もう向こうどう言ってるやん、いつなの、何やってんだ、てめえだろ、これおいおい、すわね、てめえだろ、引き合ってんだ、これいいな、お前あガチコロ来いよ、こっちの元から来いよ、してっから俺、お前喧嘩もできんじゃうんか、お前何なあ、やってやっから来いよ、来いよ、これあこれ思ってやろ、これ喧嘩もできん、できんの、これあ何なあ、ぶっ飛ばすと思うやろ、これおい、来いよ、来いよ、俺来いよ、俺物使わなきゃいいんのか、来いよ、これあ物を使わなできんのかあ来いよ、これなあ、ガチコロ調子くれてんじゃねえよ、ガキよあ行き合ってんじゃねえよ、口つきが入るからいいあ？いいね。何なんだよ、これやろ。何なんだよ。お前が悪いんだよ。何？見極めてんじゃねえか、これ。お前やろ。あ？やろう。何してやったの？国境が止めに入ってる。分かった分かった、ちょっと。一回座れ。みんなが喧嘩して、みんなが止めてる。どういう状況や、これ。座れ、ちょっと一回。胸ぐらのつかみ合戦になってる。椅子戻して、ちょっと。誰がどうやねん、これ。憧れのスーマラに舐めた態度を取る塚原隆翔が許せない心。いやもうお前らが悪いのは分かってるけど、そのパワーというか力を暴力に向けるんじゃなくて漫才に向けてほしいね、こっちは。これはまとまらないぞ。 M1 で A 成績取ってほしいと思ってこういう場を設けてんねんから、もうええやろ、その暴力とか不良とか悪い方ばっかりにパワー使って、漫才でええ結果出すことだけに力を注いでくれよ。もう一回ちょっと冷静になって力を向ける方向を考え直してほしい。それだけの負けん気と体力をお笑いに向けることができれば面白くなれる。マウント取んの早いわ、もう怖いわ。武智は彼らの有り余ったパワーを損しかない暴力に無駄遣いしてほしくないのだ。ヤンキー芸人たちもようやく落ち着き、改めてネタの修正課題を伝える。もうネタ覚えてない。それぞれにあのちょっと課題を課していきたいなっていうところで、はい、心に関しては、はい、ボケ山出屋の無茶ぶりを荒木がコミカルに実行する漫才、その課題が、山出屋があの荒木に何を求めてんのか、あのどういう感情で言ってんのかっていうところをはっきりさせれば、多分ねグンってレベルアップ、一気にレベルアップすると思うから、はい、はい。そしてモヒカンを使ったボケで笑いを誘うスーパー弾力素材の課題が、熱く喋る部分がちょっと長かったんで、そこをもうちょっと短くしてボケを
今の倍足してほしい。できれば後半にあの畳みかけのところ、それがテーマ。続いては共犯者。チンピラ口調でヤンキーの日常がテーマの漫才だが、共犯者がねちょっと一番テーマが見つかりにくいというか、うん、共犯者に関してはもうちょっと考えてもいいですか。はい、塚原貴司はちゃんとテーマを作って、もう何回練習してもそのセリフになるように、3分ネタを作る。もう時間も3分というところかな。言うても時間ももう言うてもてってれー、時計2つしてました。やっぱりやってる、相変わらず滑ってんだよだんだんそれが癖になってきちゃった。間違いない、癖になってきちゃった。めちゃくちゃいじられてるやん喜んでる。あ、尊敬するスーマラさんをいじったから。この後課された課題をもとにブラッシュアップに入るも、さらなる抗争が勃発。果たしてさあ、今回も悪いやついっぱい来ました。心だけはやっぱ竹内スーマラさんいるから、はいはい、その乱闘騒ぎとかならなさそうやなと思って見てたら、うんうんうん、なんか一番中心で暴れてるやん。やっぱスーマラさんに何しとんねんっていうのでこう行くから、うん、あとやっぱ豊広、スーパー弾力素材の豊広の、うん、竹内さんが上沼さんにいろいろ言ってたじゃないですか。自分も先輩、はい、うん、礼儀作法どうのこうの言ってんのにって、うん、正論すぎて、だから結局何にも言い返せずに机蹴ってお前に関係ないいうことないから、okay。 うん、これまとまるか、ね、この後ネタ見せなんですが一体どうなるんでしょうか、はい、続き見てみましょう。スーマラから課された課題をもとにネタをブラッシュアップする芸人たち。お疲れ様です。お疲れ様です。質問がありまして。あ、全然全然、エリグリブンピョンピョンになってる。お疲れ様です。僕がこいつのことをどう思ってるかっていうのをちょっとネタに出すのちょっと難しいなと思いました。そう、俺もさっき喋ってて、はい、心に関しては今日もしかしたら今から新ネタ作らなあかんかもしれん。あ、レベル、なるほど。例えば、はい、デート下手やねとか言って、はい、ちょっと練習してみる、ちょっとで、まあ、彼女役やるのか、はい、一人でやってんのを俯瞰で見て突っ込むのか、でも、はい、このキャラあったら一緒にやった方がいいよな。一緒にやった方がね、浮かんでやったらもったいないよな、うんうん、キャラが。そのテーマでちょっと一本今日、はい、新ネタだ。わかりました、大変。そして課題すら見つかっていない共犯者も。失礼します。なんかやっぱ見た目で言ったら多分今回のメンバーの中で多分一番いかついと思うね、うん、このいかついキャラを漫才にあの笑えるように落とし込みたいっていうのがあって、やってることがめっちゃ可愛いみたいな、もうギャップをもろに生かすっていう感じで、それやったらお客さんの前でいい反応くるんちゃうかなと俺は睨んでるから、どうかな、うん、いや、やってみます、はい、うん。竹内のアドバイスを受け、もともとあった2人のネタをベースに再構築。いいんじゃないのって、ま、言われて、だから前俺らがやってたネタと同じ、あ、ディズニーとか言ってたのキャップみたいな。改めて漫才と真剣に向き合う2人が、しかし、うん、そうだ、ちょっとお前らちょっと来てよ、話し合う、話し合う。何ですか。何や。いやいや、ちょっとさっきお前らが言うてたことちょっとちゃんと話したいから。お前も来い。お前も舐めてるわ。こな、逃げすぎやからさ、根性ないやろお前。逃げるわけでしょ。な、何つったんすか。さっきであんなことやるな言ったんすよ。お前どこにもそのもんなやつら順番にやっていくんだよ。俺が最後でしょ。ああ、何のもんね。いや、でもあれは間違ってないでしょ。先輩が舐めてる。先輩ならわかるしまいな。どういうの。いや、逃げんて。早く行きましょうや。時間の無駄なんだけどな、こんなのな。こ
怖っ、もう喧嘩始まるやん、もう何舐めてるやろ。まだ見た目だけやろ、これ見た目だけやろ。何なんすか、見た目だけちゃうんか。何何何何何何何カバとろうそく。はい、ちょっとなんか今駐車場で揉めてるって何え何どういうこと、え、どういうこと、えせっかく今、ね、ちょっとダメ出ししてんのに。おい、面白さが出んか、お前何が、お前、おい喧嘩しにしてんの、えほら、お前お前怒いよ、ほら何なんだって。だから2人で来いよ、2人で来いよ、お前ちょっと、ちょっと、え、何やめやめやめ、2人で来いよ、1人で全やってろ、お前やめやめやめ、どうしたどうしたどうした、何がいいんだよ、やめやめやめ、止めて止めて、喧嘩しに来てるんですか。いいいい、お前らがそんな感じでやから、落ち着け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 、行きんの、お前どうした、いや、そっちが行ってきた、お前らが操作してんちゃうんけ、お前ら仕方が分かれへんやろ、やめとけやめとけ、気悪いんだよ、やめとけやめとけ、なあ、もう俺らはネタを押してやめとけやめとけ、ってさ一回離れよ、一回離れよ、一回離れよ。その頃、今日も観光する、出た、下北、俺初めて来たな、でも下北の印象寒い。あ、分かる。たまたまだと思うけど。道が遅い。あ、まあ、それは分かる。道がマジで遅い。それはマジ分かる。あと犬が可愛いね。あ、そうだね。ここだけな。下北沢を観光。東京大好きや。一方、稽古場に戻ったヤンキー芸人たちは時間を取り戻すように真剣に漫才と向き合っていた。オチがちょっとね、スーパー弾力素材。そうなの、うん、もう弾けねえんだよ、モヒカンだけに、もう弾かん、何言ってんねんって、こう掴み合いになってビヨーンってスーパー弾力素材どうもありました。やばいやばい、これやね、オチで使えるくだりを授けた。授けたじゃないの、前回それでめっちゃ滑ってましたよ。受け取ったの、スーパー弾力素材。そんな中、この二人もガチガチでバトルできるやつをまず決めないと合わせるのが余裕じゃん、合わせるというかネタに取り組み始めた。前回の反省を生かし、今回は漫才の構成をスマホにメモ。なるほど、俺は結局何でも、まあまあ、お前はねいけちゃうから、歌唱がその結構なんだろう、これは譲れない的なやつもあればめちゃめちゃいいと思う。順調やん、なんか着々と漫才が仕上がり、最終確認へと入る芸人たち。あそこ一瞬だけ間開けてほしい。わ、もうそんな竹地の指導も細部にわたる。そして塚原隆雄も戻ってきた。なんか今聞いてる感じだとこれといったオチがちょっとないかな、そこも切った方がいいかなと。あ、開演ギリギリまでネタを詰めていく。そして本番1時間前、一同はライブ会場へと移動。2階のワイン酒場も良さそうだ。かつては花子や空気階段など多くの芸人がその舞台に立った下北沢に古くからあるお笑いの聖地。じゃあ、今日のライブの、順番を、発表したいと思います。大丈夫、順番、まず、トップバッター、うん、揉めるなよ、塚原隆雄。いや、完全俺らが鳥だよね。だから前回鳥やったやんか、うん、一番最後やったやん か、 だから今回あえて一番最初にさせてもらった。いけるけど、後ろ面白くないやつばっかよ。は、見らんこと言うな。誰が言ってんのこれ。何やねん、飲んで言って、飲んで、まあ、言わなあかんのけ、そのこと。あ、そうで、あ、俺は素直に言ってんだろっつってんで。素直に言わなあかんのけ、それ。素直に言ってるだけだろ、つまんねえ。言わんでいいんちゃうんけ、言うてんのこれ。あ、あっ、はい、やれよ、おねやろ、順番で揉めるな。言ったやろさっき、そのパワーを漫才に使ってほしいね。でトップバッターが不服なんやったら、トップバッターで一番受けてくれよ。ほんなら余裕だよ、思いっきり笑かしてくれ。余裕、もう散々今日揉めたから、もう揉めるんはええから。そうそう、あとは舞台で決着つけてくれ。てってれー、えー、
靴下穴開いてました。うるさいよもう。もうそれうるさいよ。めちゃくちゃいいまで突っ込む。塚原が突っ込みうまいな。開演20分前、会場にはお笑いフリークのお客さんがおよそ30人。いいねいいね。ところがどっこい、カツオの名字。そうそうそう。おすごい、ちゃんとメモしてる、偉い。そしてついに、どうもどうも。鉄板ギャグ、鉄板ギャグ1、お笑い用語で鉄板って必ず受けるという意味ですからね。6、自信ありますよね。すごいですよね。10、いや下が鉄板かい、おい。ありがとうございます。贅沢にもスーマラが前説。めっちゃ前からやってる鉄板のやつ。ほんまや。では早速、はい、4組続けて、出てきますので、たっぷり笑ってください、はい、それではどうぞ。みんな楽しみにしてる顔やね。はい、どうも。スーパーマラドーナが育て上げた4組がその熱い思いを喧嘩ではなく漫才にぶつける。当たり前、当たり前。おめえまだ小指残ってたのか。当たり前だろ。あ、受けてる。彼らの漫才はどのように変化したのか。その全貌はアベマプレミアム裏銭イタチで。スーパー弾力素材でした。やってるやってる。田中さん、田中さん、漫才にその有り余ったパワーを全員注げたのかなと思いました、正直。うんうん、田中、最後ありますか。感動した。痛みに耐えてよく頑張った。おうおう、ビビビビビビ感電した。ビビ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 ビ。バリバリ漫才塾第2弾、これにて閉幕。さあ続いてのコーナーはこちら、ハマったら抜けられない芸人考案ギャンブルショー。このコーナー、芸人が自ら考案したオリジナルギャンブルをプレゼンして、我々かまいたちと勝負をするという企画でございます。うん、今日はあいつらが持ってきてくれてるらしいですよ、ギャンブルをね。持ってきましたよ。来た来た来た。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりやな。まだやってたんや。はい。やってきたのは若手芸人アムアムワールド。それではこれまで心理戦をメインに様々なオリジナルギャンブルをいくつも持ち込み、中でもカルビーは G アルビー。よっしゃー。かまいたちと名勝負を繰り広げてきた。じゃんけんぽい。お疲れ様でした。かまいや2連勝で勝利。 YouTube には呼んであげます。今は YouTube でも十分嬉しいです。いやもう過去も何度も対戦させていただいてますけど、はい、かまいたちさんの YouTube にその呼んでもらえてないっていうのがまずあるんですね。はい、で正直、はい、山内さんに関しては、はい、プリズンクイズチャンネル出てましたよね。元旦ライブみたいな、プリズンクイズチャンネルの、うん、それの告知動画みたいの出てて、うん、最強の勝利勝利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 。普段使い用のやつ。はい、本当にいいですか。プリズンクイズチャンネルのは出るけど僕らのには出ないっていうのもちょっともう筋通ってないというか。どういうことですか。確かに。分かった、もう今回ちゃんとしよう。そうしよう。今回負けたらほんまにちゃんとコラボしよう。ありがとうございます。というわけで改めて YouTube コラボをかけて激突、アムアムワールド考案至極の心理戦ギャンブルが。今回はこの数字のカードを使うギャンブル、うん、ナンバースリルです。ナンバースリル、はい。ちなみにこのギャンブル、鈴木治さんがうちの YouTube チャンネルに出演していただいた時に、カルビ以外が全員緊張してるから、ね、ずっと甘噛みしてるな。聞けばアムアムワールドの YouTube 内で放送作家の鈴木治さんと一緒に考案したというナンバースリル。ホストが数字を一つ選び、プレイヤーがそれを当てるという一見シンプルなギャンブルなのだが、途中の駆け引きがちょっと複雑ということで、ルールを説明しながら早速第一試合へ。最終的に先に3勝したチームが勝利となる。それじゃあ僕数字を選ぶんで、あ、そう、プレイヤーはこっちか、はいはい。第一試合、ホストカルビが選んだのは4。
もう大丈夫です。ありがとうございます。はい。はいはい、まず一番最初に質問コーナーがあります。うん、この0から9まで、0ですか、1ですか、2ですかと順番に全部質問していきます。プレイヤーが。はい、はい、プレイヤーが。で、僕側は違いますと答えます。ただ1回だけそうですって答えます。うん、それは本当か嘘かはもうどちらでも。なるほど。はい。それでは質問していってください。あなたの選んだ数字は0ですか？違います。1ですか？違います。2ですか？違います。3ですか？違います。4ですか？違います。5ですか？違います。6ですか？違います。7ですか？違います。8ですか？違います。殺したのかこいつ。いいぞ。9ですか？そうです。ありました。この質問が終わった後に、うん、今から第一関門スタートです。はいはい、僕が選んだこの数字以外を1個選んでいただきます。うん、もし僕が選んだ数字を引いてしまったら、うん、その時点でアウト、うん、プレイヤー側の負け、うん、僕がこの選んだやつと違うのをちゃんと選択できれば、うん、スリルと僕はコールして継続します。うん、それじゃあお願いします。でまず一つカルビが選んでないと思う数字を一つ言ってください。3。大丈夫ですか？3で大丈夫です。今なら帰ってもいいです。いや大丈夫です。3はないです。3はスリル。おお、はい、でこの第一関門を突破すると、うん、僕側が1個数字を削らないといけないです。その削る数字を0から4の方なのか、5から9の方なのか選択できます。うん、0から4にします。0から4で1枚、はい、削ってください。そしたら第2関門です。はい、次また先ほどと同じで1個数字を選んでいただきます。うん、お願いします。4。4、はい、大丈夫ですか？4。いや本当に変えた方がいいですマジで。お腹立つな。4。大丈夫ですか？4。いや本当に変えた方がいいですマジで。どうしますか？腹立つ。いや違う、僕はもうなるべく長く出たいんで。いやまあそれはそれで困るし。数字持ってるとかでもないやろうから。わかりました。4は、うん、アウト。うわうーわーわ。始まる始まる、やばい。あ、だ持ってる人ってことにしましょうよ。もっと引きが強いから濱家さんも4ね。ねえ、うわ、他に帰ればよかった。手出したらダメなの。手出したら失格になります。失格になっちゃうね。というわけで第一試合はホストアムアムワールドの勝利。ここで第二関門以降のルールをご説明。さっき1個だったのが今度僕2個削らなきゃいけないから、うんうん、第二関門でプレイヤーがホストのナンバーを回避できたら0から4または5から9のどちらかを選び、ホストはそこから2つの数字を消す。それは第三関門、うん、また同じで1個選択してもらいます。うん、はい、で第三関門を突破すると、うん、僕側が選んだのが偶数なのか、うん、奇数なのかをもう聞くことができます。うん、僕が選んだ数字は偶数です。これで数字は偶数のみに。この状態でプレイヤーはどの数字がホストの数字かを当てられれば勝利となる。
ここまでたどり着くのが一番おもろいってことやな。はい、はい、ルールが理解できたところで第2試合へ。すると2はアウトです。あーダメ。2は、はい、アウト。さあ選んだ数字は0です。おれ両者一歩も譲らず、勝負は最終戦にもつれ込んだ。勝ちに来いよ、なんか見せるプレーとかいらんから必死に勝ちに来いよ。ゼニーたちでも500円ぐらいしか入れへんやろ。いや、そうなんすか。そうなんすか。そりゃそうよ。はい、選んでください。はい、どうぞ。024はあやがついたな、うん、ここで024いけたらすごいな。ここでカルビは初戦から続く偶数の流れの6を選択。5にする。5にする。言うとるわ。言ってるな。5で顔上げてください。はい、はい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 。5いけんねやったらまあ売れてるわ。売れてるわ。やられてるぞ。どうせ質問の方から7あたりのやつらや、こいつらは。ああ、そうね、73あたりのやつらか。ああ、選んだ数字は0ですか。違います。1ですか。違います。選んだ数字は2ですか。ちょっと僕見えなかったです、すいません。寄せてもろてなかった。はい。この後カルビーは、選んだ数字は5ですか。そうです、と言ってたもんな。5を匂わす返事を入れて質問タイムは終了。はい、どうですか山内さん。73あたりは怪しいね。うん、でも気持ちよく勝ちたい場合は5にするかもね、うん。4はあんまりね、面白くないしね。面白くないから、言った通りみたいになんないですよ。これ 10% ですから。ほとんど山内さんの言った通りになりますか。そう、うん、4から変えてほしくないわけやから。それがドボンなら。じゃあ4いく。4いきましょう。はい、じゃあ4で。4はスリル。はい、わかりやすい。まあまあ、ここはまあまあ傾向的にさ、うん、過ぎてから言ってない。そうですよ。そうですよ、うん、ってことは0から3の中に俺は入ってる可能性あると思うね、うん、多分めくるとしても1か3めくってくるやろうから、うん、0から4の方で。はい、山内さんどう。俺6は安全ラインかなと思っててんけど。うん、確かにな。5を匂わせたら5の周りってちょっと怖いもんな、うん、そんな信じていいんですか山内さん。なんでですか。山内さんの方がギャンブルは弱い。なんかシンプルな文句言われてるけど。この煽りでギャンブラー山内が覚醒する。ゼロ消したやん、うん、ってことは俺9安全な気がしてきてんけど。なんでだ。角がそんなに今回重要じゃないから、もう、もう一個の角消したのかなという。6いくか。6いく。6か9。9の方が安全やと思う。あ、そう、うん、じゃあ9消す。うん、9消そうな。カルビ、じゃあ9でいいですか。9でいいです。はい、9は、はい、スリル。おっしゃー、ナイス。これ狭まったぞ。2つ消してもらうってことね、はい、下怪しくない、うん、5から9を2つ、うん、はい、
見せてるで、うん、見せるプレイしてあれで5ひっくり返したらおもろいけどな。ひっくり返せないから、うん、どっちみちひっくり返せないもんね。あ、自分で自分でやっちゃった。やっちゃったはしゃいだ自分でやるんだ。はしゃいじゃいましたか自分で振っといた数字を。大丈夫だと集中、集中。はしゃいじゃいましたか。バタバタと続く第三関門でホストの数字を回避できれば奇数か偶数かが分かる。いわば勝負の分かれ目。ここでかまいたちが6以外の偶数を選べばカルビが奇数を消すことになり、最終関門で残りが2択と勝利に近づく大チャンス。6怪しいね、かなり、うん、だって5残したいやん、うん、で6めくらなかったわけや、うん、7の横の、うん、めっちゃ怪しない6です。山内さんの言う通り、すごい。ここで腹くくったパターンじゃない。冒険はしてみたいけどな。奇数1個だけ残して最後に偶数奇数聞いて奇数ですが一番面白いわけですねんけど。かまいたちが選んだのは13。1開ける13行こうか。じゃあ、うん、1にしようか。追い込みたいもんね、うん、行こう。1はスリル。はい。でここで空数奇数聞けますね、はい、まあないと思うけど、うん、多分6だから、うんうん、僕が選んだ数字は偶数です。はいはいはい、はいはいはい、に選べるかこいつが。このクソ野郎が、クソ野郎このクソ野郎が2選べるか。2は選べないです。2は選べないよな。はい、6やろ。6です、うん、8ではないんや。8ではないです。正解見て。2見たな俺さっきやりながら気づいたのがあるのよ、うん、自分が選んだカード見ちゃうのよ視線的に。あの外そうとしてんのに自分のカードに目が行くのよ。で今スッて2を見たのよ。正解見て。2見たな。そんな分かりやすいことしますか。うん、それをやっちゃう子なんじゃないの。今日も山内さん、あんなこんな大事な場面で見ちゃダメじゃん。6選んで終わってうわ6ちゃうんやみたいな感じでお前2選んでたんだすげえってなるとこやのに2見ちゃもうダメじゃん。何しちゃってんの。決まりました。こいつが選んだのは2です。僕が選んだ数字は6です。いやちっしょー合ってたやっけ。途中まで合ってたやっけ。悔しい。 YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンを